眼科医の平松です。いただいた質問で、糖尿病による網膜剥離、白内障、緑内障ってどんな感じなのっていうことについて質問があったのでお答えします。まず網膜剥離は何で起きるのか。糖尿病っていうのは目の血管、まあ、目に限らず血管が弱くなる。それによって血管から壊れて出血しちゃうんです。出血がかさぶたのようになってこう収縮してる、ギュギュギュってなっちゃう。ってなると、目の奥の網膜に出血がついてかさぶたになって、ギュ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 ッと網膜を引っ張るっていうような感じの網膜剥離を作るのが一般的です。まあ、それ以外にもいろいろあるんですけど、まあ、これが一般的で、白内障に関して言うと、目の玉の中のレンズが白くなるわけですけど、普通の方の場合は、年齢でなることが多いんですけど、で結局目の玉の中っていうのは水分、水が巡り巡ってるわけです。その水分自体にも血糖値が高いと、状態が悪くなりやすいんですよね。栄養が十分に行き渡らなかったりとか、変に血糖値が高くて、それによって血流が悪かったりとかしてしまうと、その白内障、水晶体の透明性を保つだけの、なんていうかな、成分が足りなくなってしまって、結果として年齢より早い白内障になりやすい。で、緑内障に関して言うと、緑内障っていうのは、糖尿病の緑内障2つあって、1つは普通の緑内障が発症しやすくなる。これは血流が悪いために、普通はね、眼圧目の硬さが高かったりとか、いろんな原因でなるわけですけど、眼圧もそんな高くないんだけども、血流悪いからちょっとした眼圧という目のね、圧力によって神経がダメージ受けちゃう。もう一つのパターンが血管新生緑内障って言って、糖尿病によって血管が悪くなって壊れた、出血する。でもって、そうしたら血流いかないとこあるから新しい血管出す。また壊れた、出血する。これを繰り返すと、目の玉の中に出血ってほど血じゃないんだけど、微量なこう出血の元の成分みたいなのが混ざってくるわけですよね。はたまたその新しい血管自体も変なとこにいろいろ生えちゃうわけです。となると、目の玉の中っていうのは水がね、こう生まれては排出してっていうのがあるわけですけど、その排出のところに出血分が詰まっちゃったりとか、そこに血管ができちゃって流れが悪くなったりっていうことが起きてくるって感じになります。まあ、こんな感じで、いただいた質問とか、具体的な細かい病気とかの疑問とかもお答えしてきますので、今後も見ていただければと思います。よろしくお願いします。